おるかな、見てきたろ。あ、くえ、ああ、見てきたるわ。どこ？これか？ああ。これあの民泊やってる女の子がこんなん着てるやん。あっちの電話のところで。あのな、もっと若い人いたやろ、5、6年前に。おるおる。え？うちは誰も辞めないけん、おるおる。ただ、70以上がね、うん、6人もおるけん、誰なのか分からない。70以上違うやろ、あの人。若い、若い。若かったで。40代ぐらいだな。5、6年前にな。美人の人背の高い。あ、美人やったな。これこうで書いたんや。本当ありがとう。うん、関西関西。あとどこ？京都。あらまあ。京都から。京都もまだこの暑い？もっと暑い。私大阪よ。大阪。あの崎くんにして。熊本の男性にね、騙されて読みに来てね、バレてね。私こんな蹴ってね。何を言わせんねん。いや、日本はこんなに。30年来てますよ。そこがお洋服いいんですよ。みんな30年。洋服はええの。似合うからな。似合うから、すごいな。70代出てきて。京都からのお客さんだったです。京都からのお客さん。違う。違うわ。うん。可愛いですね。でもお母さんは。まあ70代なのにこんな格好してます。じゃあ72。全然見えへん。かわいくでしょ。いや、かわいくでしょって。85歳には見えんでしょ。見えません。いやいや、でももう古希はとっくに過ぎました。いや、わこんな格好してね、遊んどったんですよ。でも可愛いよ、これね。可愛い。可愛い。そうもみでついたよ。ね、涼しいのが一番いいじゃない。40代ぐらいの人は今日はいてへんの。40代はここにおりません。50代か。もうここは70代ばっかりです。高齢者見えへんわ。ちゃちゃん、あの5、6年前にな。あ、5、6年前だったら。来たんや。あ、5、6年前だったら65ぐらい。そんなに変わるわ、あの人。40代、1人もおらん。1人はいないんですよ。もう40代はいないんですよ。みんな若く見せてる。みんなええやんか、若く見えたら。でもな、私は60。あんたが一番若い。64。吉本興業、クビになって。吉本行ってた？うん、そう。いや。もう口から生まれる。この子一番下の子、吉本はな。あー、本当ですか。寄せ学校に。学校行ってたけどね。寄ったんや。その時これ売ってたわ。あ、はい。これ二つこれ書いたんや。ありがとうございます。どうもありがとうございます。ねえ、福島さんどういなんだ。福島さんはもう朝に嬉しいに来て夢見えるやん。年齢に見える。まだやまだやはるかな思って寄ったんやけどな。
君、木野翔平っていう日本一モデル300持ってる。それも奥さんが見る。おお。シャリさんだもんね。乗り、行こうか。乗りよ。行くよ。2機あげましょう。え、OK。いいの？乗り、行くで。
Thank you.
持ったるわ。